皆さん、ボコニャチは。いきなりすごい声ね。ここは、経験値トラップのところか。そう、エンダードラゴンとの戦いに向けて、さらなる強化をしていきたいからね。もちろん今の武器や防具でも結構最強に近いけど、できるところまでやりたいからね。ま、お前ってそういうところあるからな。誰も止めないわよ。とまあ、エンチャントのためには経験値が必須ということで、1時間くらいゾンビを貯めてみたよ。そして、バージョン 1.9 から追加された範囲攻撃で仕留めるよ。さあ、果たしてどうなる？ほい。お、一気に敵を攻撃できた。これはすごく気持ちがいいわね。うん。でも、ダイヤの剣を使ってるのに一撃じゃないやつもいるね。あれじゃね、複数に攻撃はできるが、最初の1体は通常ダメージ、その他はダメージが落ちるみたいな。確かに、もしかしたらそうなのかもしれないね。私の仮説だからわかんないけどな。それにしても、だいぶスッキリしたわね。どこまでレベルが上がるかな？ちょっと倍速するね。ほいほい。っていうか、外にゾンビいすぎじゃない？ほんとだね。もしかしたら範囲攻撃のバグか何かで出ちゃったのかな？ふーん、改善する必要があるかな？どうだろう。結果は38でした。今日はエンチャント以外にも何かするのかな？さっきポコナンから聞いたんだが、ネザーの鉄道を少し作るらしいぜ。うん、と言っても、ものすごく簡易的な鉄道だけどね。よし、早速帰ってエンチャントをしよう。さっきよりかなり処理が軽くなったわね。あんだけためが重くなるだろうよ。うん。さて、この鉄道みたいにネザーも作っていこうと思ってるよ。いやー最近マイクラも順調にいってるから、これからがすごく楽しい。ただで帰れると思っているのか？そんなの帰るに決まってるでしょ。待てって言われて待つ人はいないでしょ。ものすごい出落ち感。ちょっと切ないんだぜ。それより、ちょっと司書さんと交易をするよ。さて、バージョン 1.9 から新しいエンチャントも増えたみたいだから、その本をもらえたら嬉しいんだけど。え、そうだったのか、知らなかったぜ。何が増えたの？うん、凍結歩行っていう、海の上を歩けちゃうエンチャントと。海の上を歩ける？一体どういうことだ？あ、うん、正確には海の上を凍らせて歩くんだ。海に入ろうとすると、水が凍って歩けるようになるよ。へぇ、それは欲しいわね。まあ、今回のエンダードラゴンとの戦いには全く関係ないけどね。そうなのか。それより、もっと欲しいエンチャントがあるんだ。もっと欲しいエンチャント？それは一体何なの？それはこの修繕っていうエンチャント。修繕したー。やばいやばい、本当に来るなんて思ってなかった。このチートエンチャント。いいから落ち着けよ。で、一体何なの修繕って？うん、この修繕を武器や防具につけることによって、経験値でつけてる装備の耐久値を回復してくれるんだ。これは何冊も欲しいぞ。例えば、剣でモンスターをやっつけると、耐久値が減るわよね。で、そのモンスターがドロップする経験値で回復ができちゃうってこと？そうだね。だからどんだけ使っても壊れないみたいなもんだよ。それは確かにチートレベルだな。いやー、本当にありがとうございます。村長を助けてくれたお礼ですよ。また攻撃お願いしてもいいですか？もちろんいいですよ。やったね。よし、早速エンチャントの合成をしていこう。まずは何よりも修繕、これをつけていこう。だが、別にエンダードラゴンとの対決で必須ではないよな。まあそうだけど、やっぱり大事じゃん。とりあえずヘルメットからつけよう。コストが17か？結構使うわね。それだけの価値があるってことじゃない？何回も合成してるから高いんじゃないのか？そうかも。エンダードラゴンといえば、剣より弓じゃないかしら？弓か。確かにそうだね。っていうかすでにめっちゃエンチャントつきまくってるな。これにさらに修繕ってすごいよね。おお、コストが安いわね。最強の弓だな。いや、最強の弓にするには、あれをしなくちゃ。あれって？最近、交易でまたヤバい人を見つけてね。その人からちょっともらってくるよ。っていうか、友枝村の司書さんの交易品の良さはエグいな。神司書だらけね。さあ、この人は弓のスペシャリストだよ。ここでもスペシャリストかい。無限か、すごいわね。そこじゃないよ。
ほらこれ。射撃ダメージ増加後だと思う？ね、やばいでしょ。この村は一体どうなってるのよ。きっと、一度村人が全滅しちゃったから、それをバネに強くなったってことだよ。なんだよ、その後付け設定。よし、エンチャントの再会だね。どうもありがとう。こちらこそ。よし、これで本当の最強の弓が完成するぞ。ああ。これは間違いなく最強の弓だな。ラストも余裕でワンパンよね。さて、これってエンチャントの順番でレベルの消費が違ったりするのかな？さっき結構使っちゃったから足りるかな？いいじゃん、またトラップタワーに行けばいいだけだし。それもそうだね。よし、あとは射撃ダメージ増加後をつけて。ワクワクするわね。お、どうやらエンチャントのレベルも足りるみたいだな。やったぜ。うへぇ。とんでもないものがついたな、こや。今までは無限のエンチャントは弓の耐久値は別としてだったけど、修繕がついたことによって、本当の無限になったね。うん、ちなみにエンダードラゴンってフレームやパンチって意味あるの？残念ながらないんだ。あれま。だが、一番は射撃ダメージ増加後だよな。そう、長期戦になると4と5では結構差が出るだろうし。マジでよかったな。それにしても修繕か。どんな感じで耐久値が増えていくのか見てみたいわ、私も。そうだね、次回ちょっと見せてあげるよ。次回のサムネは、結構大変なものになってるだろうな。なんか意味ありげね。怪しい。さて、エンチャントはとりあえずこのぐらいにしておいて、今からまたネザーの鉄道作りをしていこう。距離は短いから、すぐにできると思うよ。ガストに邪魔されなければな。さて、早速始めていこうか。道は、石のハーフブロックを使っていくよ。石のハーフブロックはコストが安いからね。シルクタッチで石を掘ってるから焼かずに済んだしね。スライムトラップタワーの時だな。さて、材料は準備しておいたよ。本当は駅のホームみたいにしたかったんだけど、時間がかかりそうだから軽く作る感じで行くよ。まあ、いいんじゃない？ホームはまたそのうちやればいいさ。うん。さて、道はとりあえず3列にしよう。あ、ここは道を開通させておこうかな。よし、開通。あとは、そうだなぁ、もう一列分削っておこうかな。ここの道も一列広くしよう。はい、とりあえず簡単だけど完成しました。視聴者さんからアドバイスをいただいて、額縁とアイテムをつけて、どこに行くかわかるようにしたら？と教えてもらったから、こんな感じにしてみたよ。なるほど、これはエンダーアイだからポータルに繋がってるっていう意味だな。そういうこと。アドバイスありがとうございました。さて、乗ってみようか。まだガスト対策の壁を作ってないから、今襲われたら鉄道壊れちゃうけどね。走行は、こんな感じ。うん、いい感じね。レバーだからちょっと怖いけどな。早く壁を作らなきゃね。はい、到着。あ、3列ってことで、ネザーゲートを1マス分広くしたよ。おう。まずまずの出来って感じだな。改善点はたくさんあるけど。まだ仮だからね。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回は、機械石の探検をしていこうと思うよ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりしていってね。